ようこそデータサイエンス研究所へ。はい、今回はですね、R で探索的因子分析について解説していきたいと思います。はい、今回の内容もですね、R 言語の基礎と、多変量解析でやった探索的因子分析ですね。この2つを見ていただくと、より理解が深まるのかなと思います。で、あとはこれに対応する記事っていうのを書いているので、ぜひ概要欄から見てみて、興味あったらそのコピー&ペーストで実装してみてください。はい、今回の流れなんですけど、まずライブラリーの話をして、で次に1因子モデルの場合のデータの作成、データの可視化、分析結果をやっていきます。で、次に2因子モデルのデータの作成から分析結果、で、最後に結果の可視化についてそれぞれやっていきたいと思います。はい、じゃあまず最初にライブラリーと1因子モデルの場合のデータの作成についてやっていきます。まず必要なライブラリーは DPLIR、ggplot2、gridextra と、あとは psychology の最後ですね。この4つのライブラリーを必要とします。で、1因子モデルの場合のデータの作成なんですけど、まず乱数種設定して、まず F、因子ですね。1因子、これを作ります。平均が50にばらつき10ぐらいの、標準偏差10ですね。の、要は50個、100個が、100個発生させて F にして、それぞれ英語と数学がその因子を平均としてばらつき3で出るような、そういったデータを使います。で、この F に関しては因子で、実際にはデータとして得られないものを考えているので、データフレームではこの英語と数学、これをデータフレーム、データとして、そのヘッド関数を使ってみると、こんな感じで、パッと見、英語と数学の点数だけはあるんですが、仮定として、データ作成の仮定として、この因子からそれぞれ発生しているようなデータをシミュレーションで作成しています。はい、続いてデータの可視化なんですけど、これはもう簡単ですね。データに ggplot からジオムのポイント、サンプルですね。英語数学を軸と指定して、で、そこからテーマ決めたり、文字サイズを大きくしたり、これですね。タイトル決めたりして、実際に可視化したのがこんな感じですね。英語と数学で可視化することができています。はい、じゃあ実際にモデル、要は分析の結果なんですけど、これまず FA っていう関数ですね。これに R イコールデータでデータを指定して、この N ファクターズで、要は要因、因子の数。今回は1因子なので1にして、で、これ最適化。何で、要はパラメータ推定するか。これはあれですね、最優推定法、ML を指定してます。で、これモデルに入れて、モデルを実際実行すると、こんな感じで、たくさん出るんですけど、一番重要な部分、ここですね、ここに出ます。ここで、要は係数の値とか、独立性、独自性、共通性とか出せます。で、これそもそも、ここですね。モデルとしては、この2個のデータに対して1因子をやっているので、こんな感じで A1、A2、これを求めるのが目的になります。で、それぞれ A1、A2 の値はここに出てって、で、X に関してはこれ標準化したデータになっています。で、その標準化したデータに対するそれぞれこれ係数が出ています。で、実際にこれ FA.diagram でこのモデルを指定すると、こんな感じで、これですね、簡単にこれが因子で、それぞれ 0.9 がかかって数学とか、0.9 がかかって英語とかっていう、この簡単な可視化をすることが、この FA.diagram で可能になります。ちなみに、上のパーファミリー、これに関しては文字化けを防ぐようなもの。要はこれ、日本語使ってると文字化けが起きちゃうんですけど、それを防ぐために、これ、追加したコードになります。はい、じゃあ続いて、2因子モデルの場合のデータの作成なんですけど、これは理系と文系っていう、まず因子を作って、そこから、各科目ですね、英数国理社、各科目に、この文系の要素、0.7 とか理系の要素 0.3 とか加えて誤差を加えたものにそれぞれやっていきます。で、これで理系科目のものに対しては、その理系の部分のその係数を 0.7 大きくして、文系科目に対しては文系科目の係数を大きくしてやっています。で、それをデータにまとめて、この場合理系と文系は因子で仮定している、2因子で仮定しているもので、本来のデータには得られないものなので、それぞれ5科目だけデータでまとめて、それぞれですね、データを可視化しています。で、ちなみにこの可視化の前のこれですね、apply2 のスケール、これをやることによって、それぞれのデータを標準化することができています。で、標準化したデータはこちらですね。これで各科目ですね。要は理系と文系、それぞれの要素が合わさってできて、かつ標準化されたデータをこうやって作成することができています。はい、じゃ続いて分析結果。分析をやっていくんですけど、これは FA 関数、さっき1因子の場合と同じ関数を使って、何が違うかっていうと、ローテート関数を使います。要は因子の回転、2因子以上だと因子の回転を使って、因子を分かりやすく解釈する方法があるよっていうのを多変量解析のところで話したんですけど、モデル1は因子の回転をしないバージョン。モデル2は因子の回転としてバリマックス回転を使ったものをそれぞれ入れていきます。で、まずモデル1に対してこれ実行結果を見てみると、こんな感じで情報が得られます。まずそもそも今回の5科目で2因子のものの分析はこんな感じで、それぞれ A11、A12 とか、
この A を求めるのが目的だったんですけど、それぞれその A に対応するのはここですね。ML1 と ML2。これが A11 とか A21 とかにそれぞれこれ対応しています。で、この辺がまあ寄与率の話をしてるんですけど、その詳細については多変量の部分でまあ解説してるので、ぜひ見てみてください。はい。で、実際、これで分析結果得られたんですけど、それぞれ ML1 と ML2 がまあ何を表しているのか分かりにくいですよね。まあ、ML2 に関してはちょっと理系の得点が高くなっているので、ちょっと理系の軸、理系の要因を表しているのかなって分かるんですけど、ML1 に関してはこれ分かりにくいと。これがモデル1になっています。はい、続いてモデル2ですね。因子の回転をしたものになります。まあ、要はこの元の A の値とは違う値ですね。になるんですけど、これ因子の回転、バリマックス回転をした場合、こう、因子の1と因子2、この値が変わってるんですけど、それぞれ、分かりますか？この因子の1、文系のところのポイントが高くなってるんですね。これで、それぞれ、文系の因子と理系の因子をちゃんと表しているような、そんな因子が取れてることが分かります。はい、続いて結果の可視化なんですけど、これは FA ドットダイアグラムモデル1で、モデル1の場合の可視化、こういうふうにすることができます。で、それぞれこれ10個あるんですね。A11 とか A12 とか、それぞれのこの因子、各因子からこの出てくるものって、それぞれ、まあ、5個5個で10個あるんですけど、これ今5個しかないですよね。これは、まあ、要はこの各、この係数で低い値、比較的低い値っていうのをこれ、パスとして認識してないっていうか、省いてるんですね。まあ、なんでかっていうと、まあ、正確には分かんないんですけど、おそらくこれ、全部の本数書くと、まあ、見にくいっていうのが一つと、まあ、要は関係性が強いところだけ引くことによって、まあ、分かりやすいようなグラフが書けると、勝手にそういうふうに、まあ、書いてくれてるんだなって思っています。はい、続いて、モデル2を FA.diagram で可視化した場合、こんな感じですね。こんな感じで、これ、この上のものが文系のものにこの強い影響を与えていることがこの可視化から分かって、下の ML2、まあ、要は要因2がこの理系の部分に、まあ、たくさんこの貢献してるっていうか影響があるっていう可視化が得られます。はい、じゃあ続いて可視化2つ目なんですけど、それぞれ P1 と P2 に因子負荷量、モデル1とモデル2の因子負荷量、まあ、A の値ですね、をそれぞれ可視化として入れていきます。まず P1 にはモデルローディング、まあ、要はローディングで A の値、係数の値が取れるんですけど、これの1列目と2列目、これモデル1の場合の1列目と2列目の因子負荷量を入れて、で、あとはちょっとこの変わった点はこれですね、エクスプレッション。これによってまあ下付き文字を表現することができます。ここでいうこれですね、A2 とか、この下付き文字を表現できています。で、P2 にはそれのモデルの2バージョンのまあ係数を可視化して、それぞれ P1、P2 を一気に可視化する。N ローイコール1で、前は1行に2個収める可視化を見ると、こんな感じですね。これが回転前、モデル1の因子負荷量。で、こっちが回転後。要はこれ、こういう、こうピッて斜めに可視化したのがこんな感じ。で、うまくその、これですね、因子の負荷量、それぞれ求められることができてます。前はこれだと、これですね、因子1個目がそれぞれめっちゃ高かったですよね。0.7、全部 0.7 ぐらいで、これって何の軸なんだみたいな感じだったんですけど、回転することによってこうより解釈しやすいようなものになっていることが確認できています。はい、それでは今回のまとめなんですけど、今回は探索的因子分析でライブラリー、多くのライブラリーを使って1因子モデルの場合と2因子モデルの場合、それぞれ結果の可視化まで、データの作成から結果の可視化までそれぞれやっていきました。はい、いかがだったでしょうか ?R で探索的因子分析について、もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、コメントをぜひぜひお待ちしております。それではまた、バイバイ。After all this time